合いの席で口調さん聞いておくれよ皆の衆、村のあの覇者もうダメだ、怖くて通せぬ幸運期、そこで狼に寝ごたら村でもなんぼか銭に出せと、こういう話じゃなんとしょう、銭は惜しいし命も惜しい、なんぞないかえ、良いしやんじゃがんじゃんじゃんじゃがんじゃがんじゃんじゃん、万次郎さんが乗り出して聞いておくれよ皆の衆、台風なんぞの災害で橋がポキリと言ったときゃ、おかみが全額持つそうな、そこでどうじゃろお水が出たとき、みんなでのこぎりを持ち出し橋げた、聞いたらばきっとゆくゆくうまくゆく、タバコふかして岩太郎さん、それはまずいぞ皆の衆、それそれ隣のあの村じゃ、去年の大水出た時に区長が号令かけたので、みんながのこぎり持ち出して橋げたギコギコやったのが、おかみにバレて大騒ぎ、やばい橋なぞ渡れんぞ、それまで寝てた長さんがむっくり起きて皆の衆、どうじゃろ冬の雪かきに、かいた雪をば橋の上、みんなで捨てたらよかろうが、ひと冬せっせと村中の雪を集めりゃかなり重いもの、そうすりゃ必ずぽっきりと落ちて流れてうまくゆく、はい、手拍子、ほらじゃがんじゃだがじゃんじゃんぽいじゃがんじゃだが、ストップ、みんなが賛成しかけたら、すなちゃんひとり青い顔、待っておくれよ皆の衆、おいらの家は川向こう、雪で橋をば塞がれりゃ家の出入りなんとする、おまけにそれであの橋が落ちりゃええけど、落ちぬ時はおいら一人がバカを見る、拍手がええね、ストップ、そんなわけであれこれと真面目にやれお前ら、そんなわけであれこれと真面目な意見は出たけれど、なかなか思案はまとまらず、橋は流れずお話は下の方へと流れていく、あそこの御家藩潮吹きで、あでもこうでもなんでもない、そのうちみんなで酒を飲み歌を歌ってさようなら、これは僕の住んでおる村で実際あった話でして、登場人物はみんな実名なんですけど、これをレコードに入れて出してから、3ヶ月ほどして、役場の建設課のおっさんが一升瓶下げてやってきまして、今度あの橋が架け替えられることになったが、それは何もあなたがレコードを出したからではない
もう変な歌作るのはやめてくれって言われて、俺も頭に来て、変な歌であろうが何であろうが、どんな歌作ろうわしの勝手じゃ言うて、その一曜日に持っといたんですけど。